今回のゆるトレランは24年1月14日日曜日に行われました伊勢志摩ナショナルパークトレイルランレース in 南伊勢町という謎に長いレース名です。4年ぶりの開催で、私は4年前にトレランを始めたのであまり知らない大会でした。レース動画の内容としては約 18km850D と油断していましたが、結局獲得標高が 1058m、 しかも前半で 10km1000m でしたので、私にとっては結構疲れました。また大樹町シーサイドトレイルと似ているコースですが、かなり整備されていて怖いと思うところがありませんでした。山から見る海の景色は良いのですが、何箇所もありいずれもコースアウトするので、結果を狙う人は最初の第一エイドの手前にある桐原浅間山ぐらいでいいかもしれません。久しぶりのレースで舐めていたので、スタート前の会場の様子の映像を収録後に削除したり、バッテリーが途中で切れてゴール手前 1km の映像がありません。南伊勢町スタートセレモニーを行います。南伊勢町長でございます。安全に家まで帰りましょう。頑張りましょう。過去やってた大会とね、コースを今回一新しておりまして、トイレがですね CP2、剣峠ですね、そして CP4 の、ふるさと農道エイド、この2カ所にございます。エイドステーションは千元山エイド、剣峠エイド、ふるさと農道エイドと3カ所ございます。特にこのコースですね、前半が上り基調ですね、で後半は下りなので、ちょうど剣峠のエイドステーションが中間地点ぐらいになるんですけど、そこで半分以上ね時間過ぎてたからといって絶対諦めないでください。そこからはもうかなり下り下りで高速で多分帰ってこれます。でコースの方も本当に今回南伊勢の方がね気合い入れて整備をしていただいてまして、本当に綺麗にね走れる、気持ちよく走れるコースになっておりますので、18の850なんで、後半は本当に速度は9時26分ですね。いいね。めっちゃみんな飛ばしてるし、飛ばしすぎでしょ。おかしいぐらい飛ばした。みんなすごい人ばっかり。みんなすごい人ですね。どう、やっぱり飛ぶの分かっとるからかな。もうちょっと飛ばそうか。3時間半ぐらいか。分かんないです。分かんない。
ちょっと待ってくださいね。どこやと思います？こっち？あ、こっち？いやけど何にも、けどこっち、こっちですか？こっちです、こっちです。あ、やられた。何回か走ってるんですか？初めて。ありがとうございます。ありがとうございます。助かりました。どうぞどうぞ。どうぞ。3分の1、はい、はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。177番目、はい、どうぞどうぞ。はい、ああ、いいですよ、これ上り抜かれるんで。前半の上りまでは無理やと思って。じゃあ設定ポイントです。はい。めっちゃええわ。じゃあ、ありがとうございます。はい、靴修復。
はい。どうぞ。12キロ、850、1000円、もう18超えてます。チャース。ありがとうございます。フェイドはもうすぐ。あ、はい、ありがとうございます。4キロちょっとまあまあ軽いな、これ3キロぐらいですよ。そうです、ね、半分ちょっと上ぐらい。お腹いっぱいないですね。もうあんま登りないですか？もう少しだけ。あ、もう少しだけ。ありがとうございます。ありがとうございます。おお、はい、ゴール後は参加賞にタオルと会場で使える500券2枚ありました。ゴール後にみかん1つとお水をもらいました。トレランの大会というよりマラソンの参加賞やゴールに近いです。スタートゴール地点の公民館には20ぐらいのお店が出店されてました。参加者は350人ぐらいして20店舗なので行列することもなくすぐ購入できました。1000円分で南伊勢地元のスパイスカレーをいただきました。お風呂について地元の人に聞き込みしましたが、民宿改正さんはやっているか不明だが天然温泉なのでいいと、ただ宿泊なくても借りれるかどうかは不明とのことでした。もう一つ、広屋さんはやってそうだが天然温泉はないと、借りれるかどうかは電話してみてくださいということで、ちょっと時間もなく面倒だったのでやめました。あとはまあ美村の方に出かけるか、大江戸温泉の浜島の方に行くかだと思います。皆さん、南伊勢出身の愛水高裁はご存知ですか？新陰流を作られた上泉信綱のお師匠さんと言われています。記念館があるそうなのでまた見たいと思います。だいたい動画編集をサボっているときは信長の野望新生 with パープキットをしているのでお許しください。次回のゆるトレランは3月10日に琵琶湖マラソンがあり、サブ4をかけているので動画撮影をしない予定です。以降はトレランに戻り、5月11日の比叡山50キロまでに何か練習したいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。